海洋です。ですので、北エジプトはシモエジプトだと呼ばれています。シモエジプト、シモに漢字で書きますと下という字です。いいですか。私はこのツアーが終わるまでこの表現を使いますから、皆さん覚えてください。上エジプトは南エジプトのこと、あと下エジプトは北エジプトのことです。チケット売り場に到着いたしますから、皆さんしばらく待ってください。お願いします。チケットを買いに行きますから、しばらく待ってください。お願いします。聞こえますか。はい、皆さん、さっきのナイル川の話を続きまして、古代エジプト人は紀元前の、大体紀元前の2500年前の、古代エジプト人はナイル川の流域に集まって、世界に一番古い文明を作りました。もともとエジプトは農業国です。農業の国ですね。だからお水があるところに移動してみんな住んでいました。皆さん、このツアーに古代エジプトの遺跡を見るツアーでございます。古代について話しますと、大体紀元前の3200年前から紀元前の331年まで、これは古代エジプト、あるいはファーラウ時代、私は両方使いますね。ファーラウ時代、ファーラウというのは古代エジプトの王様のことです。ファーラウたち、王様たちですね。皆さん、紀元前の3200年前から紀元前の331年まで、古代エジプト、あるいはファーラウ時代、このファーラウ時代には3つの時代が非常に栄えた時代でした。それは順番に後王国時代、中王国時代、3番目の時代は新王国時代。後王国時代の第2作について話します。なんか塩っぽい匂いがします。でかいっす。しかし崩れちゃってるね。でかいっす、マジ。これ見てください、これ。でかいね。うおー。
いますその後いいですか、あの私はね、あの、まあ順番に、今スケジュールをあの申し上げるのはいいですか、あの皆さんラクダはですね、勝手に乗らない方がいいと思います。お金がたくさん取られます。だから、いいですか、あのピラミッドの後にあのパノラマ、そしてパノラマの後にスフィンクスの方に案内します。その後スフィンクスを見ていただいてからラクダがいるところに案内します。あそこにはですね、ピラミッド、が入るところでまた写真撮っていただいて、写真だけだったら1ドルであの乗ります。ラクダに乗って1ドルで乗ります。いいですか、あの皆さん、さっきね、あのお客さんが1人乗りましたけど、お金が結構ね取られたと思いますけど、皆さん1人は1ドル、あと15分ぐらいに、ね、乗りますと10分か15分ぐらい、あの5ドルです。5ドルですね。はい、それで皆さん後でね、あのラクダに乗りたい方案内します。お金がですね、あの取られないように、あの後で案内します。お願いします。皆さんもう一度、あのカメラ、ごめんなさい、あのラクダは後で、あのラクダがいるところにあの案内します。勝手に乗らない方がいいと思う。お金があのたくさん取られないように、最後にあの私はあのまた案内します。お願いします。じゃあ皆さん、カフラ王様のピラミッドに、到着いたします。貴重品だけお持ちください。あといらない荷物を、ごめんなさい、あの貴重品もね、はい、あの皆さん、ピラミッドはですね、これからピラミッドの中に入りまして、このピラミッドの、入り口から入ると通路はですね、だいたいこれと同じぐらい、これと同じぐらい、カメラもね、あのその化粧板があのご覧のようにフォーカスして、今てっぺんの分しか残ってない。見てください、帽子みたいですが、高さはだいたい66メートルです。このピラミッドもまた石灰岩でも、このピラミッドの化粧板は三日木石です。赤い花崗岩あるいは三日木石出てきています。ご覧のように皆さん、入り口の近くまであの綺麗な化粧板があります。あとはあの未完成です。目の前にあの見てください、このピラミッドの化粧板は完成されていません。一説によると、あの、メンカウラ王様がですね、あの急に亡くなった後、お客さんは一人もいませんね。メンカウラ王様のピラミッドの裏側の後ろに見てください、あの反対左側に3つの小さなピラミッドがあります。あるいは女房たちのピラミッドです。あるいは奥さんたちのピラミッドでございます。先ほど話しましたように、ピラミッドは王様だけのために作られましたお墓でも、奥さんたちのためにもっと小さなピラミッドがあの建設されました。あの皆さん、ピラミッドの中の現実の下の部屋は女王様の部屋ではありません。あるいは倉庫の部屋です。しかし奥さんたちのためにもっと小さなピラミッドが建設されました。皆さん目の前にあの観光バスがあるところで、あの5分間にあのバスで止まりまして、写真撮る時間でございます。あのどうぞ写真撮っていただいてからアルスフィンクスの方に参ります。ここにね、皆さん、またラクダの人とかあの物入れの人はものすごいしつこくてうるさいから、あのノーサンキューと言えばいいです。ノーサンキュー。あとでまたアルスフィンクスの観光が終わってから、あのラクダがいるところにあの案内します。あの階段ピラミッドとか屈折ピラミッド、赤ピラミッドは全く広さはこの中に残っているから、あの本当にあの紀元前の2500年前の砂漠のイメージが実感できます。砂漠のね、あのイメージがまだ残ってます。最初に行くところ、これから皆さん、スフィンクスであの30分ぐらいの見学、その後にあの、ラクダがいるところに案内します。その後昼食、そして昼食の後にあのエジプトの有名なパピルスの専門店に案内します。エジプトの有名なお土産のパピルスの専門店に案内します。本物のパピルスの専門店に案内します。後で皆さんあのお土産についてあの、話しますけど、
大体ね、あのピラミッドエリアとか、あの皆さん、観光地とか市場でね、また売ってる、パピルスはあのほとんどバナナです。ガイドブックにも書いてあると思います。バナナの皮とか、あのサトウキビの皮とか。でも本物のパピルスはあのまだ綺麗に残ってます。紀元前の1500年前の